はい、というわけで皆さんこんにちは、鉄振りです。今回は鉄道150周年ということでね、新幹線の記念ラッシュとかいうのも、言われていますが、今回は新幹線の問題を取り扱っていきます。 JR 東日本から発表された情報によるとですね、鉄道150周年を記念して、懐かしの200系カラー新幹線が復活運転するそうです。東北上越新幹線開業当時の200系新幹線のカラーリングを E2 系現在走っている電車にですね再現して、停車駅ごとに使用されていた車内のふるさとチャイムと呼ばれるチャイムを復活させ、東北上越新幹線を走行するということです。まあ、これはぜひ見に行かなくてはというわけで、今回東京駅に行って、ね、その200系というものが発着する様子というのを今回撮ってきましたので、皆さんにご紹介したいなと思います。今回はいつもより少し高画質な画像フル HD 画質でお送りいたします。ということで、向かい側からやってきたこちらが E2 系新幹線になります。これは通常色の E2 系ですね。まず最初にこの通常色の E2 系カラー見ていきましょう。あとで200系のリバイバルカラーとの違いを見ていくことにもなりますが、E2 系の特徴はグリーン車の部分だけ窓が一席に一つという風になっておりまして、それ以外は二席で一つを共有する形になっています。東京行きの電車がやってきました。その隣にはハヤブサ号、この後回送になって発車するものですね。今いるのが22番線。この後やってくる E2 系のリバイバルカラーの電車もこの22番線に入線することになっています。さて E2 系を見ていきましょう。これが先頭部、これで見ると新潟側ということになりますね。この電車を折り返し、トキ333号新潟行きになります。このように E2 系にはこのようなマークがついておりまして、その横にはグリーン車、グリーン車はこのように後で見るんですが、グリーン車のこのグリーンのマークの位置も変わっております。車体基本構造はほぼ変わっていないので、ね、こちらが東京駅21番線、トキ333号新潟駅がまもなく発車するところでございます。この後やってくるリバイバルカラーの E2 系電車はこのホームではなく、その向かい側22番線に入線することになっていますから、後で移動することになります。この電車は通常色の E2 系です。まあ、しっかりと覚えておいてください。後でものすごい E2 系電車を見ることになります。さて E2 系電車が発車していきました。次にやってくる電車を見ていきますよ。車体のボディなどはそのまま変わっておりませんが、後で見るのはびっくり仰天、面白いカラーになっております。さて22番線戻ってきました。だいたい50人ぐらいはいたんじゃないかなっていうぐらいの、もうちょっといたかもしれません。そんぐらいの鉄道ファンの方々が東京駅品川型によりまして皆さん撮影されております。
やってきたのは E2 系新幹線なんですが、なんとカラーが、この少し白色の霞んだ白色に緑色のラインが入った当時200系とカラーを模したものが入線してきました。こちらがそう1編成しかない E2 系リバイバルカラーバージョンの E2 系になります。さて、ライトの方を見てみると赤色に変わりました。ここで折り返しをします。こうやって見てみると鳥とぶつかった形跡なんかも見ることができますが、これがそうです、復活した200系のカラーです。通常とは違うところがあるので、それもご紹介していきたいなと思います。 E233 の1016 E2 系であることが伺えますが、行き先表示の方を見てみるとこのように LED とは違いまして、 LED なんですが3色の LED になっていることがわかります。緑色とオレンジ色が使われていますね。それから赤色です。さて、通常の E2 系を見てみましょう。通常の E2 系では行き先表示幕はこのようにフルカラー LED となっておりまして、白色での表現がすることができます。トキ333号の周りの赤色もこちらも LED です。これも LED なんですが、3色 LED というものが使われております。扉が閉まる様子も見てみましょう。これは通常とはほぼほぼ変わりがないんですが、こちらは5号車ですが扉が閉まる様子です。あまり変わりはありません。ただ変わったのはカラーリングのみ。側面も構造的には変わりませんが、やはり少し変更されている点がありますね。行き先表示の場所だったり、このように緑色のカラーリングが忠実に再現されているというところも一つです。パンタグラフを見てみると E2 系と見てみると少し変わっているのがわかります。こちらが200系復刻のパンタグラフです。さて、ずっと進んでいくと17時発やまびこ149号、翼149号ですね。ここは新幹線オフィス車両8号車限定と書いてありまして、なんかネットで予約できるんだかなんだったかなだったと思います。こちらがグリーン車になります。グリーン車の構造もほぼほぼ変わっていません。一席につき一つの窓。しかし変わってるのはここです。グリーン席のこの緑色のグリーンマークですね。こちらが少し下側にずれていて、当時の200系を再現しているのがよくわかります。ここも大きな違いになります。向こう側にも E2 系、通常の E2 系がやってまいりました。こうやって比べると、差は一目瞭然。藍色、そしてピンク色のラインが入ったものと緑色のラインが入った200系の復刻カラー。左側はトキ335号、右側はやまびこ翼149号です。右側の電車は仙台まで行きます。さて、先頭の方へ行ってみましょう。先頭の方といっても連結部になります。仙台行きと書かれております。こちらが E2 系200系の方、それと連結して、こちらミニ新幹線と呼ばれる翼号がいます。翼号は在来線を走るため少し小さくなっておりますね。翼号、そして仙台方面に行く電車と並結されまして、グリーン車はこのようにグリーンマークが下の方にありますね。22番線から
さて、この翼校と山彦校ですね、が並結して発車していくのですが、この翼号は少し車体が小さく、ステップなどが設けられているのがよくわかります。もう間もなく発車します。東京駅で見てきた E2 系新幹線の復刻はこれにて終わりでございます。翼号が先頭となって、後ろ側に E2 系の復刻が来るとそういう形になります。前側の翼号が発車していき、それに並結している200系復刻から E2 系の山彦号が後ろから来るという形になります。これが今2022年に見ることができるので、とても面白いですよね。車内も見てみたかったんですが、残念ながらそんな余裕はありませんので、今回は東京駅を発着するだけといたします。さて、こっち側から見てみましょう。ちょっとね、画質が荒いですが、このように発車していく姿を見ることができます。さて、最後に先ほどの出発の様子を別カメラで捉えたものをお送りいたしましょう。こちらは HK 交通チャンネルさんに撮影していただいたものでございます。今前方に見えているのが翼号山形行き。さて、発車していきます。山彦号がこの後ろについております。これが E2 系新幹線200系の復刻カラーリングです。かっこいいですよね、やっぱり。ということで、今回は東京駅で200系の復刻カラーリングを見てきました。今回もご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。